あれが、あれがまたベイザクラや。で、見に行く方は協力金として100円いります。またベイザクラ綺麗な。もうほぼ満開やね。道の駅では8割って8分咲きって書いてたけど、ほぼ満開ですね。こんにちは、星徹子チャンネルです。今から道の駅大宇陀に行こうと思います。ちょっとあいにくの雨やけど、車中泊できるかな。それでは出発。到着。結構いっぱいキャンピングカー止まってんな、車中泊してる人多いね。おはようございます。朝7時半の道の駅大宇陀です。こちらの道の駅にはローソンが隣接しています。道の駅とローソンが近いのはありがたいですね。こちらの道の駅はあまり大きくないので、駐車場もこんな感じです。なのでトラックとかが止まってないのは昨日ありがたかったです。静かで。ちょっとトイレ確認です。ただいま。お父ちゃん、ここモーニングセットやってんで。そうね、ここのお父ちゃん、ここのホットドッグ、うん、美味しいらしいね。ホットドッグ美味しいの？うん、あ、しなか塩が出すぎる。で、ここの中をちょっと今後整理しようと思うんですけど、レモンいるね。で、醤油いる。からしはケースバイケースかな。この間おでん食べたから、まあからしよしとしても、一味、これ一味はいるな。で、粗挽き胡椒。お、おかえり。みんな空いてるね。うん、粗挽き胡椒な。ほんでこれ塩な。これいる？いらんな。そこ物置。花山椒、これいらんやろ。そこになんかな、いるもん入れたかい。ほら、ガーリック使ってへんで、これ使ってないな。ガーリック、うん、あのいつも堀西さんばっかりです。堀西さんはここにいつも常備堀西さん置いてるし、うん、で、まあサラダ油使う時とオリーブオイル使う時あるから、これ味の素やった、うん、それはいる。味の素ってまたカタカナで、まあ、ちょっとここも、これは覇気ね、うん、またお父ちゃんこういうの作ってんな。そうやまたこの中途半端で言われる。そうそうそう。でも中途半端やねん、これ怪しいね。怪しないってこれ。大丈夫なんこれ。奈良県の国道通っても大丈夫なの？奈良県の国道は便利やで、便利やで、便利。それは見た目はええねん。見た目はここにな、しょっちゅう使うもんな。もうすぐ出せるようにここに。うん、あのあれやろ、これなんていうの？白カップやろ。うん、で、コーヒー飲むカップな。うん、まあ、これどっかつらくってもいいやろ。うん、で、これメスティンの。メスティンのセット、ああこれああダイソーのメスティンセットの3つ入ったね。ああ全部ね。これ食器にすんねん、もこれ。ほんならコンパクトやし、ああ食器もやし、フライパンもやし。何やったっけこれ、うん、マトリオシカ。そうそう、マトリオシカ。これすごいで、全部入るの。これ全部ご飯も炊けるし、食器にもできるし、うん、蒸しもできる。蒸しもできるから、まな板も入ってるねん。これまな板、うん、金もうこれだけで、ここの列だけで、うん、いけるようになってね。あ、そうなん、うん、これはここだけ、これがもし丈夫でこれ以上持ってくれんやったら、うん、あの、一
ける。あ、まあそろそろちょっとご飯作るで、うん、なんかここだけで、ここだけでだけでいける。なんかでも大丈夫なかな、これ、ね、これはおんなれ、ね、何これ、はオートバックスのな、うん、会員やってもらえる経費、経費、うん、あ、まあコンパクトになってな、なってるのこれ、うん、こんなのこうなんで、うん、ほね、これがレストラン、これ何、レンタルサイト、何も書いてないな、1日1000円この駅を見ましょうか。次お野菜も見るからね、お父ちゃん、なんかいい匂いしてる、ひとまろせんべい、ひとまろくん、ひとまろせんべい、壁のひとまろせんべい、じゃあソニー高原、こっからソニー高原、おかめの湯も30分ぐらいかな、3、40分か、高原ビールがある、うん、ホットドッグって書いてある、あ、書いてある、書いてるやん、あ、ほんま、はい、すいません、はい、ありがとうございます。ちょっとお野菜も見ようか、うん、いける、うん、うん、大丈夫、うん、卵でこれでセット、あとコーヒーでセット、コーヒー、うん、モーニングセット、450円より豪華なモーニングセットになった。トマトいる、ね、トマト今日持ってきてへん、トマトいる、うん、奈良県産、うん、どうする、そうか、買う、うん、あ、うちの近所つくしいっぱいあるのに、こうやって買ってする人もおんねやろな、120円裏のところいたただや、でもこれはあれ、うん、もう毒出しみたいな、何なのしてへんしてへんしてへん、今自分でやらなかったしてへん、うん、そう取っただけ、だって袴も取ったあれやな、自分で袴も取らなかった、袴取ってタクトなシュンってなっちゃう、あれをでも俺はあの卵とじの味で食べるだけだと思うんだけど、ね、そうそう、そらそうや、そらそうや、ええか、うん、これぐらいで、うん、持って帰ったから買わんな、当たり前、じゃあこれでモーニングしようか。しようか。うん。まずコーヒー作らなかった。うん、うん。このトマトは奈良県産って書いてたね、うん。モーニングセット450円やったな。450円。そう。トーストと。美味しそうやったけども。まあ一応ね、車で食べようと思って。900円。ホットドッグ何本やった？ホットドッグ330円。330円。うん。とゆで卵が50円。だから、1人380円。10円で、うん、ちょっと豪華なんだな。ちょっと豪華なんだ。いや、これすごいごまのええ感じやん、このパン、ね、はい、いやいや、すごい珍しい、コーヒーもあれでいこうか、これあれ、炊くのか、あ、切れた、これ、まだまだ切れない、もうええ、もういけるいけるいける、もう、ま、熱いもん、はい、なんか知らんけど、乾杯、いただきまーす、はい、おいしい、最初の頃頑張ってあれ、スープとか作ったけど、もうな、そういうのなくなってきたな。このごま、うん、めっちゃいい。ホットドッグってさ、うん、どこでも食べても一緒やん。うん、せやけど、このごまの、これないわ。あ、おいしい。そこのホットドッグおすすめや。うん、またそんなめんどくさいもん持ってきてんねん。それ何？塩。岩塩やん。知らんのか。ヒマラヤの塩ちゃうの、それ。そう、有名な話や。そうめんどくさいばっかり、塩もうやめようか、これでこれだけ、これ、もうそれやめて、やめて、辛いんかな、でもちゃんと塩味してんのさっき塩つけてんだよ、分かってるぞ、すでに、うわ、こぼした、またこぼした、うまい、視聴者さんが言ってはったで、いつもお父ちゃんは怒られてますねって、そう、ほんまや、言ってあった、家ではもっと怒られてるんでしょうねって、味ちゃうのヒマラヤの塩は、いや、ちょっとわからん、わからんね、やった普通の塩でええやん、ここバムやってくれたらええのな、うん、な、うん、思えへん、危ないからちゃう、いや、はいねんけどな、あ、ええ感じ、ええ感じや、もうちょっと温度熱くてもいいけど、あ、すべすべしてる足、ここ特用のやつやな、うん、朝の10時から夕方の5時までやって、すべすべしてる、
な神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、内身くじき、足湯は足に溜まった老廃物を排出させ血の循環を良くすることで病気の予防をはじめ免疫機能を上昇させる効果があると言われていますやって。アルカリ性単純温泉、あ、ほんまや、なんかすごいええわ。今看板あってんけどな、うん、なんかこの辺の近くになんか江戸時代とか室町時代とかな、うん、町並みがあるらしいね。おお、うん、まあ歩いて行きたいけど傘忘れたし、車でちょっとドビドビ行こうか。ちょっと傘高かったな。800円高いからもうちょっとやめたけど。いい、ね、あ、ここ歩いたら楽しそうやな。うん、いっぱい看板ちゃんと立ててんねや。ほんまや、入館無料とか言ってるとこもあんねんな。うん、宇田松山城跡途上道やって。街並みええ感じやんか。ね、室町時代の家みたいな。絶対でも飾ってるやろな、室町時代の。多分な。これ前何やな。宇田松山城。ここはな。うん、飛鳥時代から宮廷の狩り場やで、だからこの秋野って使われる時もあるやん、うん、な。これは CD やな。うん、ええな、すごい迫力やな、でっかい城やな、うん、すげえな CG でこんだけ。これもあるし、でっかいでこれ、真夏くなんか日本初の薬草園があるんだな。ね、まあそこしかないだったな、もう今、うん、日本。森の旧薬園、入園300円。うんうん、大宇田温泉、秋野の湯に行きますね。前ここ RV パークしてたのに、RV パークやめてんな。ジャフ使えんで。うん、そうそう。で、ジャフ使ったらタオルもらえるらしい。すいません、ジャフ見せた？ジャフ見せた？ありがとうございます。渡してますね。はい。いいか？はい。一緒行こうか。お父ちゃん両替やけどお金持ってる？200円。渡しとこうか。え、ジャフで？誰がアイスクリーム言ってるの？この中にお金いるからね。アイスクリームちゃうで。分かってんの？入ります。秋野の湯さん、ありがとうございました。リニューアルする前に来た時ともっとトロトロになってない？めっちゃトロトロやって。私いつも毎回動画で言うけどさ、トロトロのお湯の時は抜けない指輪を抜くね。ここは抜けた。で、薬草湯入った。宇田の薬湯って書いてて、宇田は大和。それでは家に着くまで安全運転でよろしくお願いします。まとめるザクの方がいいだろ。あれが、あれがまたベーザクで、見に行く方は協力金として100円いります。またベーザクが綺麗な。もうほぼ満開やね。道の駅では8割って8分咲きって書いてたけど、ほぼ満開ですね。こんなにいっぱい唐揚げが乗ってたな、うん、これが次のバラ。
そう。めっちゃ熱そう。そうめん。そうめん。ラーメン。ラーメン。ちゃうだけやな。だいぶちゃうよ。